どうも、チョロです。ポケゴロ PVP の動画上げております。今回ですね、電流ニョロボン、ギラティラっていうパーティーで、ハイパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手が不思議パラですね。まあ、これ出し負けているので、まあ、どうしようかなって感じではあるんですけれども、まあ、とりあえず一発食らわせてから、あれですかね、ギラティラ投げていこうかなと思ったら、あれですね、ハルプラント個体消しましたね。まあ、それでも OK かな。ただ、相手、まあ、ギラティラ対策してるでしょうね。多分月光河とかそこら辺がいるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりいましたね。まあでもこれはこちらとしては、あれですね、ラッキーですね。というかまあ月光河釣り気味に、ニョロボンを当てていって、で、まあゲージ溜めて裏を迎えてるんで、まあ決して悪くない状況は作れたんじゃないかなと思います。で、こっちはドラゴンクロー打っていって、まあ様子を見ていくんですけれども、これしっかり一発入れてから打った方が良かったですね。そうした方が、あれですね、ちゃんと CC できたんで、これ失敗しましたね。うん。まあでも OK でしょう。相手は、早めに打ってきてくれましたね。これ早く打ってきてくれたのはこちらとしてはかなりラッキーでしたね。もっとゲージ貯められてからの方が、まあ、やばかったので、まあこれで倒してくれるのであれば、ニョロボン投げていって、と思ったらここで、相手のね、攻撃力が上がってしまったんで、ちょっと、がっかりなんですけれども。まあでもね、辻切りもハイドロカノンも食らえるので、まあ受けていきたいんですが、まあ、ね、これね、上がってなければね、こんなダメージ入らなかったんで、まあそこはちょっとね、よろしくなかったですね。ただまあ相手、ここに不思議バラ投げづらいんじゃないかな。で、出てきたポケモンが、あれですね、リザードンっぽいな。うん。ファイアローじゃないですね。翼で打ってたんで多分リザードンだと思うので、まあネットを打っていって、で、これ入ったので、まあこれ入ったのであればもう電流投げてしまって、まあそのまま倒させてもらおうかなと思います。で、まあこれ技打ってきたんですけれども、これドラゴンクローですね。プラス版まで溜まってないですね。ならばこれ受けてしまって、うん。で、あとはね、不思議花を迎え撃っていくんですが、まあ相手も不思議花がね、取ってるんでね、まあ大事にしてくると思うんですけれども、うん、どうだろうな、倒しきれるかな。なんか無理やりゴリ押しして倒していくって感じにしようかなと思います。で、まあここでぶん回していって、で、まあこのダメージ見たら次のぶん回す張ってくるんじゃないかなってことで、うん、まあ様子を見ていくんですけれども、まあここはですね、雷パンチ打ちましたね。まあ張ってくる読みで雷パンチ打っていったんですけれども、まあ張らないと結構ダメージ入るんでね。うん、ただこれ貼ってこなかったですよね、うん。これはちょっとやられましたね。これ貼ってこないんだと思って。うん、で、まあ、貼ってこないならもう一発打ってやろうということで、まあ、ここで雷パンチ打っていったんですけれども、さすがにもう貼るんじゃないかな。もう貼らないとまずいですよね。うん、で、そのまま突っ込んでいって、で、相手が、ハードプラント打ってくるので、まあ、これ、こっち貼っちゃっていいんじゃないかな。まあ、ハリハリ勝負しちゃっていい気がしますね。うん。だから相手がここでハードプラント打ってきて、で、あれですね、技打って、相手がここでもう一発打ってくるので、まあ、貼っていって、うん。で、あれかな、雷パンチ打ったら、あれ投げていこうかな。ニョロボン。だけど、ま、雷パンチをここで打たせてもらって、うん。で、これで相手張らないとまずいんでね。まあ、これで剥がしていくんですけれども、もうこうなってくると相手がハードプラントをもう一発打ってるか打てないかって話になってきますよね。うん。で、まあ、ここで、もう一発打ってからニョロボンですね。まあ、これであと一発打てば、雷パンチ打てるようになったので、まあ、なんとかなるんじゃないかな。で、相手がここでハードプラント打ってくるのは、まあ、これも耐えられないんで、まあ、受けてしまって、で、あとは、あれですね、雷パンチ、と思ったらあれですね、ボルトチェンジで倒せましたね。うん、対戦ありがとうございました。今のバトルはまあ出し負けだったんですけれども、まあ、しっかりあれですね、まくれましたね。うん、ギラティナが月光河の釣りギミック的な働きできたんで、まあ、そこが大きかったかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がファイアローですね。まあ、これ出しがちなんで、まあ、突っ込んでいくんですけれども、まあ、引き先がね、なんだ、あいつ、なんだったか、欲張りつということで、これ回数的にのしかかりですね。まあ、のしかかりなんで、まあ、普通に受けてしまって、うん、で、まあ、そのまま突っ込んでいくんですけれども、今シーズンからあれでしたっけ、こいつ、草分け覚えたんでしたっけ。まあ、草分け覚えたと思うんですが、まあ、もう、草分けで相手の攻撃力が上がったところで、マットショットのダメージがあんまり入んないんでね、あんまり効果ないと思うんですよ。うん、で、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、相手が技打ってくるんですけれども、うん。まあ受けてしまって OK ですね。まあこれものしかかりなんじゃないかな、普通に。まあのしかかりだと思うので、まあ受けていって。で、できればカウンターだけでこっち持っていきたいところなんですけれども、どうだろうな。相手が無理やり回転を回して交代を、やってくるって感じなんですかね。うん、まあでもそれならそれで OK で、まあこれ受けてしまって、で、まあそのままカウンターだけで倒させてもらって、もう一発撃たれちゃうかな。まあでもこれは耐えられるんで、まあ受けちゃって OK でしょう。うん、なので、まあこれ受けていって、で、まあここらで相手変えてくんのかな。どうなんだろう。そのまま突っ込んでくるのかな。あ、変えてきましたね。で、出てきたポケモンがファイアローということで、まあ、凍える風打ってったんですけれども、張ってくるかな、どうだろう。まあ、ネット怖いと思うんで張ってくると思うんですけど、張ってこなかったですね。これ張ってこないんだ。
そうか、ちょっとあれですね。だったらネット打っときゃよかったっすね。失敗しましたね。で、まあ、電流投げていって、で、相手が最後投げてきたポケモンが電流ということで、まあ、これもいただきですね。こっち先着地してる電流で、相手のファイヤロー、まあ、ギラティラに、まあ、技打てるとしてもね、まあ、そんなにダメージ取れないんで、なので、まあ、勝ちは確定だと思います。だけど、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、相手がね、技打ってくると思うんですけれども、まあ、ここはもう張ってくるでしょうね、相手としても。きついと思うので、まあ、雷パンチで、まあ、シールド剥がしていって、まあ予想見ていきたいんですけれども、まあ張ってくるでしょうね。で、まあ突っ込んでいって、こっちはどうしようかな。一発だったら受けられるんで、と思ったら張りましたね。もうここでハリハリ勝負仕掛けちゃう感じか。まあでも OK でしょう。まあハリハリ勝負でいいかな。というわけで、まあそのまま突っ込んでいって、もう一発雷パンチお見舞いして、まあこれでシール流し切れると思うので、まあ OK だと思います。で、逆に相手の技はこれ一発食らってやられないんで、まあ受けてしまって OK ですね。で、あとは、あれですかね。まあ、そのまま突っ込んでいって、で、ここら相手の後ろに剥がせるので、まあ、死に出しでいいかな、ギラティナは。まあ、ここで投げちゃってもいいと思うんですけれども、どうしたんだろう。雷パンチ、倒していきましたね。で、相手がシールド1枚残してきたんですけれども、まあ、でも OK かな、これも雷パンチで、まあ、シールド剥がせるので、まあ、これでシールド剥がしたらギラティナ展開って形で OK ですかね。というわけで、まあ、雷パンチでシールド剥がしていって、まあ、ギラティナ投げていって、まあ、ドラクロ一発でいけるかな。で、こっちは別にブレバ食らってもやられないですし、まあ何食らってもやられないんで、まあ受けていこうと思うんですけれども、まあ技の回数的にこの後相手こっち倒すことはちょっと無理かな。もう一発ブレバ打ってもね、防いじゃえばね、勝ちですしね。だけど相手がここで、技打ってくるので、まあこれ張っていって、で、まあ、ちょっと起点作り気味にやっちゃっていいかな。あ、二度茶積んできましたね。まあでも OK でしょう。もう相手、技打てないですしね、勝ちは確定だと思います。対戦ありがとうございました。今のは出しがちから後追いも完璧でしたし、まあ、順当に勝てましたね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、タチウサグマですね。まあ、これ出し分けなんじゃないかな。できればニュロポン当てたかったんですけれども、なかなかね、相手の回転も早いんでね、ちょっときつい相手ではあるんですが、どうしようかな。まあ、とりあえず気合玉まで貯めてから技打っていこうと思うんですけれども、まあ、おそらく張ってくるんじゃないから気合玉まで貯めたら相手も怖いと思うので張ってくると思うんですけれども、まあ、雷パンチ打っていって、まあ、これで相手が張ってくるか張ってこないかですね。で、まあ、実際打っていったんですけれども、これね、張ってこなかったんですよね。これ張ってこないんだったらもうニョロボン出さざるを得ないかな。で、まあ、ニョロボン投げていって、で、相手のね、技を交代消していくんですけれども、まあ、おそらく辻斬り打っているので、まあ、これはね、今一つ受けることができたと思います。まあ、立ち坂がいるってことはニョロボンに強いポケモンがいるのかなってことで、まあ、案の定ね、まあ、電流が出てきたんですけれども、まあ、でも、決してめちゃめちゃ強いわけじゃないですよね。なんだろうな、凍える風を覚えたんで、あとカウンターで押せるんでね、なんやかんやニョロボン側が有利だったりしますよね。場合によっては。相手が、まあ、ボルトチェンジで、まあ、もっさり知ってるっていうのもあって、まあ、その分のね、ラグの関係で、結構ね、押せたりするんですよね。で、相手がここで草分け打ってきて、で、まあ、シールド貼っていくんですけれども、まあ、相手のギラティナ倒すためにはね、ちょっとニョロボン取っとかなきゃいけないんで、なのでね、まあ、貼っていったんですが、これで相手が貼ってくるか貼ってこないかですね。どうするんだろう。まあ、貼ってこられるとちょっと厄介だなと思うんですけれども、まあ、結果的に貼ってこなかったんで、まあ、タイミング奪いましたね。ということは、タチウサグマに、まあ、こいつを合わせたいので、まあ、相手のポケモン次第でね、投げていくポケモンを選んでいこうと思うんですけれども、まあ、出てきたのが、ラウドボーンということで、まあ、ここにはですね、電流投げていって、まあ、ブンマース打ってたんでね、これ大きいですね。弱点つけるんで。まあ、相手としてはここでシールド使ってくるんじゃないかな。で、今、あれか、焼き尽くす2発なんで、あと1発焼き尽くす打たなきゃいけないはずなんで、と思ったら相手がこのままあれですね、焼き尽くすだけで倒しに来るのか。それならもう1発ブンマース打てるんで、まあ、これでシールド2枚目いけるかどうかって感じですかね。まあ、2枚目いけるんじゃないですかね。いけましたね。で、まあ、行ったので、あれなんですけど、相手がこれ変えてきてくれたのはむしろここラッキーで、まあ、そのまま突っ込まれた方がね、起点作られたんでね、まずかったんですが、まあ、ここで、こいつが出てくる分には普通に戦えますね。で、まあ、これクロスチョップだとしても、ニョロも硬いポケモンなんで、まあ、普通に耐えますね。まあ、辻斬りはもちろん論外なんで、まあ、クロスチョップ打ってくると思うんですけれども、まあ、耐えてもらって、で、カウンターだけで倒させてもらって、で、できれば技を一発入れていきたいところなんですけれども、打たれちゃいましたね。ただ、まあ、ここでゲージ入ってくれる分には、こちらとしてはま、OK だったと思います。むしろあれですね、凍える風となりなんなり、相手が怖がって塗ってこなかったんで、まあ、これであればギラティナで押していけますね。だけど、そのまま突っ込んでいって、で、相手が、もう結構溜めてるんでね、まあ、注意が必要だとは思うんですけれども、まあ、でも、
あれかな、まあ、シャドーボール一発普通に耐えられるんで、うん、この HP 残ってれば、まあ、勝ち切れると思います。で、相手がチャームボイスを打ってきて、で、もう一発技打ってくるんですけれども、ここ張ってしまって OK ですね。ここ張ってしまって、で、あと2発ね、シャドークロー入れてから、まあ、鍵打ちを打っていけば、まあ、倒しきれるんじゃないですかね。だけで、あと2発、あ、もう1発で打ってきましたね。まあ、2発入れてよかったと思うんですけれども、なんでこれ1発で打ったんだろう。まあ、でもこれでも倒せるかな、どちらにしろ。だけど、まあ、これで、倒していって、こちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。うん、焼き尽くすは強力なんですけれど、やっぱりね、ドラゴン系にダメージ取れないのは、あれですね、痛いですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、欲張りすということで、まあ、結構嫌なポケモン出てきましたね。なので、まあ、とりあえず気合玉まで貯めてから、技を打っていこうと思うんですけれども、まあ、その間にのしかかりがガンガン飛んでくるんでね、まあ、厄介なポケモンではありますよね。まあ、できればニョロボンで見たかったところであるんですが、どうしようかな、これ死に出しって感じにしようかな。まあ、とりあえず、まあ、5発打ってから技を打っていこうと思うんですけれども、うん、まあ、先打たれちゃいますよね。今、のしかかってくるので、どうしようかな、張ったのかな、あ、受けましたね。まあ、これも死に出しにすんのか。まあ、シールラーズ取って、で、なんやかんやするって感じですかね。で、まあ、ここで、まあ、まあ、気合玉に見えると思うので打っていったんですけれども、これ張ってくんのかな、あ、張ってくれましたね。まあ、ここで張らせたら大きくて、で、まあ、もう一発ここでね、なんだ、雷パンチ打っていくんですけれども、まあ、これは受けてくるでしょう、さすがに。で、まあ、これ受けてもらった後、どうするんだろう、このまま突っ込むのかな。あ、もう死に出しでやる感じですかね。うん、あ、でも、投げていったか。うん、で、まあ、ここにニョロボン投げていって、まあ、一応シルラル取ったら戦えるかなって感じではあるんですけれども、まあ、出てきたのがギラティナということで、まあ、先着地してますし、うん。まあ、悪くないんじゃないですかね。多分普通に押せると思います。ただちょっと欲張りすが、ため引きしてるのがちょっとめんどくさいですね。うん。まあ、そこだけ、まあ、注意が必要かなと思うんですけれども、うん。どうしようかな。うん。まあ、ギラティナで無理やり倒すにしてもちょっと HP が残りすぎてるので、やっぱりニョロボンと、欲張りすの対面はちょっと一回作りたいですね。で、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、相手がドラゴンクロー打ってくるんですが、まあ、やられないんで受けていって、で、相手もね、別に凍える風、あと2発食らわなきゃやられないんでね、様子を見てくると思うんですけれども、どうするんだろうな、相手としては。シールド使ってくんのかな。まあ、使ってこないとは思うんですが、うん、どうなんだろうな。まあ、とりあえず、凍える風打っていって、まあ、これでさらに攻撃力が下がるんで、まあ、この後はもうさすがに使ってこないかな。もう使ってこないですね、これだったら。で、まあ、そのまま削り合いっていうか入れてくるんですけれども、まあ、まだまだ受けられるんで受けていって、まあ、このドラゴンクローがどれぐらい入るかですよね。まあ、それによってのしかかり圏内まで持ってかれてしまうと、まあ、ちょっときつくあるので、まあ、注意が必要ではあるんですけれども、まあ、次の技打たれたくなかったんで、さっさと凍える風打っていって、まあ、これは張ってこないと思うので、まあ、これで倒せるんですが、まあ、裏次第ですかね。まあ、裏に何がいるかって感じなんですけれども、相手が投げてきたポケモンが、毒クラゲか。まあ、毒クラゲ相手だったら、あれですね、こんな感じで、まあ、なんすか、ブルンゲルじゃないや、電流投げられたんで、まあ、OK ですね。しかも、毒クラゲ見れたんで、まあ、ギラティナ通していけるかなって感じがあるので、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。で、まあ、ここは、同発なんですが、どうしようかな。ここに対して、まあ、ギラティナ投げるのはちょっと、あれかな、HP 残りすぎてるかな。これは、あれですかね。ギラティナ投げましたね。ここで起点作りに行くのか。どうだったんだろうな。まあ、でも、まあ、最近の毒クラゲって、まあ、のしかかりじゃないや、なんだ、アシットボムと、あれですもんね、熱湯とかですもんね。ならいけるかな。ならね、まあ、そのまま突っ込んでいくんですが、ただまあ、思ったより削れないですね。もっと、こいつ早めに倒せるのかなと思ったんですけれども、まあ、噛み砕く打たれてしまって、まあ、結構痛かったですね。むしろここでシールド貼っとくべきだったかなと思うはあるんですが、まあ、しょうがないですね。で、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、まあ、ここでシールド使っちゃっていいかな。まあ、これシールド使っていって、で、あれですね、まあ、毒クラゲには、ドラゴンクローどんどんっていくって形で OK だと思います。で、まあ、ここで、あれですね、なんだ、ヨロボン投げていって、まあ、凍える数一発入れることできるんで、まあ、攻撃力下げてしまえば、あとはあれですね、なんだ、ドラゴンクローで削りを入れていって勝ちって感じですかね。で、まあ、そのまま相手も突っ込んでくるんですけれども、もう一発打ってったらいいんですが、さすがに無理か。相手が打ってきましたね。で、まあ、これおそらく熱湯なんじゃないかな。熱湯だと思いますね。まあ、吹雪覚えてたらちょっと厄介ではあるんですけれども、まあ、さすがに覚えてないと思うので、まあ、ドラゴンクローでどんどん削り入れていって、まあ、こっち100まで貯めてるんで、相当押せるんじゃないですかね。で、相手の技は全部今一つなんで、吹雪以外は。なので、まあ、戦えると思うんですけれども、まあ、とりあえずドラゴンクロー打っていって、で、まあ、これで、あれから HP 的には、逆転したかな。おそらくこれで逆転できてると思うので、まあ押せると思います。で、相手も、ネット打ってくるんですけれども、まあ、あれですね、
うん、まあ、ギラテの耐久力だったら普通に受けられるんで、まあ、普通に受けてもらって、で、今、秒数最後出てましたよね。うん、だから残り8秒なんで、まあ、このドラゴンクロウを入れてしまえば、まあ、タイムアップでこちらの勝ちですね。まあ、タイムアップがなかったとしても、まあ、もうドラゴンクロウとシャルコロで押していけるので勝ちだったと思います。というわけで、終わりですね。大勢ありがとうございました。欲張り数強いですね、マットショットがちょっと弱いっていうのはあるんですけれども、まずもう全体的に技としては回転も速いですし、通る技も持ってるんで、なかなか厄介なポケモンではありますね。で、まあ次の対戦なんですが、相手ビリジョンで、まあ出し負けてたので、ニョロボン投げてったんですけれども、まあニョロボンも決して良くはないですよね。で、ここなんですが、これもリーフブレードだったらもうしょうがないですね。まあ諦めたんで、まあ受けてったんですけれども、まあ精度な剣だったんで、これは OK でしたね。まあ、どちらにしろ今貼ってしまうとね、まずかったですよ。出し負けて、で、さらに、こちら出し負けのポケモン投げていってシールの貼れみたいなことになってしまうと、まあ、完全にね、もう、勝ちを、勝つ見込みがなくなってしまうので、今のは賭けでね、まあ、やっていったんですけれども、まあ、それが功を奏したって感じですかね。で、投げてきたポケモンはスイ君だったんで、まあ、電流見てるんでね、相手としてはスイ君投げてきたと思うんですけれども、まあ、スイ君もこっちに通る技は何もないですよね。なので、まあ、こっちとしては、むしろここにスイ君見れたのはラッキーだったと思います。もう電流がこいつ相手にガンガンいけるっていうのが分かったんで、まあ、凍える風でどんどん打っていって、で、相手の攻撃力を下げていって、で、溜め引きした状態でね、電流をできるだけ、できるだけ溜め引きした状態で、まあ、電流を投げていくって形にすれば、新時代だった電流がね、活躍してくれると思うので、まあ、OK なんじゃないかなと思います。だけど、ま、ここで、電流を投げていって、で、ここはですね、もう、ボルトチェンジだけで持っていく感じですかね。まあ、相手の技は何が飛んできても、ま、ね、食らえるんで、むしろビリジオンがね、初手にいる以上、まあ、電流を大事にしてもね、あんまり意味がなさそうなんで、なので、ま、これは普通に受けていって、で、まあ、様子を見ていきたいところなんですけれども、まあ、相手もね、固定時間回してきたんですが、まあ、ここにはね、まあ、2発打ってやっていけば、まあ、相手が3ターン技で、こっちが4ターン技なんで、8発と、ま、9発なんで、まあ、あれですよね、あれ回せますよね、なんだ、なんだっけ、CCT 回せるんで、まあ、そういう感じにしていこうかなと思います。で、まあ、聖剣でしょうね、おそらく、さっきの感じだと。まあ、聖なる剣打ってきて、で、ここもしっかり2発やっていきたいですね。慌てずにしっかり2発打って、で、あれですね、雷パンチを打っていって、もう一発雷パンチ打ってますね、2発分貯めたんで。まあ、今一つとはいえ、まあ、削り入れられる分には、まあ、悪くないと思うので、まあ、なんすかね。まあ、できるだけ削りを入れていって。で、これどうしようかな。交代時間とか回るかな。回るんだったらちょっとギラティナ投げちゃっても面白いような気がするんですけれども。どうですかね。ちょっとさすがに回らないかな。あ、回らなかったですね。じゃあもう死に出しで、ギラティナを投げていくしかないので、まあ、死に出しでギラティナを投げていって、で、まあ、ストイッチ打ってくると思うんですけれども、まあ、ギラティナはね、普通にこれ耐えられるんで、まあ、受けてもらって、で、様子を見ていくんですが、もう、あとはもうラスト勝負ですかね。ギラティナが通ってるか通ってないかって話になると思うんですが、まあ、ここで技打ってきましたね。で、これ、ま、結果的にギラティナの HP 残したかったんで貼ったんですけれども、まあ、これ聖なる剣だったので貼る必要なかったっすね、全然。まあ、しょうがないっすね。で、最後出てきたポケモンが、ラウドボーンということで、まあ、厄介なのが出てきたは出てきたんですが、まあ、交代受けできれば、なんとかなるんじゃないかな。相手の初手スイ君ですし、なんとかなりそうな気はしますね。で、まあ、ここで、まあ、ニョロボン投げていって、で、ネットを打てたんで、これ打てたの大きいですね。このネットで、まあ、シールドを剥がすか大ダメージっていうところを迫っていけるんで、まあ、これが入ったらラッキーですし、まあ、しっかり貼ってきましたね。で、相手がここでしかも変えてきたので、これ変えない方が相手良かったんじゃないかな。そのまま焼き尽くすで倒して良かったと思いますよ。で、ね、ここでもう相手、なんだ、なんだ、ラウドボーンが戻ってきて、まあ、こうやってゲージ吐かなきゃいけなくなるので、まあ、やっぱり相手そのまま突っ込んでね、やった方が良かったんじゃないですかね。ただ、まあ、まあ、でもニョロボンの HP 残りすぎてた感もあるので、まあ、確かに下げるのもありだったのかな。で、まあ、ここで相手が技打ってくるんですが、張りましたね。まあ、シャドーボールだったら飛んじゃうから、まあ、張ってよかったのかな。で、まあ、2発入れていって、で、ここで、影打ち打っていくんですけれども、まあ、チャームボイスだったらこれ耐えると思うので、シャドーボールを打たれなければいけるんじゃないかな。で、まあ、影打ち入れた後に、ギリギリドラゴンクロウが間に合っていって、こちらの勝ちですね。まあ、結構ね、際どい勝負になったんですけれども、まあ、出し負けでしたしね、際どい勝負だったんですが、まあ、勝ててよかったですね。大地さんありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回のパーティーは、まあ、割とオーソドックスなパーティーっちゃパーティーですよね。まあ、今シーズンはね、先シーズンに比べて、まあ、電気ポケモンが、まあ、通りやすくなってるので、なので、まあ、やっぱ電流とかね、まあ、結構活躍してるのかなって感じはしますね。で、私はね、あんまり電流って使ったことなかったんですけれども、まあ、使ってみて、まあ、結構面白いポケモンだなと思いましたね。
うん、打たれ弱い印象あったんですけれども、まあ、意外と耐えてくれますし、なんだろう、まあ、意外とっつっても、まあ、やっぱり、まあ、確定2発とか取られちゃうと思うんですけれども、ただ、一発食らった後にゲージ技食らわないとやられないぐらいの体力は結構残ってたりするので、うん、なので、まあ、思ってたよりね、電流使い勝手が良かったなって思いましたね。まあ、今更って感じではあるんですけれども、うん。あとはそうですね、まあ、草ポケモン相手にも、まあ、無理やりに雷パンチで、まあ、ダメージ取れないにしよう、手数でね、なんだろうな、押していけるんで、相手が結構ね、なんだろう、ゲージ溜めながら戦ってきてくれたりすると、まあ、そこで押せたりしますよね。うん。まあ、ボルトチェンジがね、なんだろう、まあ、なんだろうな、ゲージが溜まりやすいってのもありますし、あと、まあ、火力もそこそこあるので、うん。まあ、それでね、地味にね、ダメージ取れてたりするんですよね。うん。で、まあ、気づいた頃には草ポケモンも結構削ってたりして、うん。まあ、決して悪くないようなね、感じに、電流戦えるんで、うん。まあ、そこも良かったのかな、と思います。またはまあ今シーズンね、まあ強いね、なんだろう、まあ、ニョロボン。まあこのポケモンは本当万能ですよね。まあもともとね、ハイパーリーグでめちゃめちゃ強かったポケモンたち、ポケモンですが、まあなんだろうな、まあ電気ポケモン相手にもね、先に着地してれば相手がシールを張らなければね、まあ凍える風とカウンターでまあゴリゴリ押していけて、まあ対面を奪えたりとか、まあ相手を諦めさせるようなね、そんな動きを、対面を諦めさせるような動きもできるんで、うん、まあやっぱりそこも強いなって思いましたね。まあドラゴン相手にもね、なんやかんやね、ダメージ取れますしね。うん、あとはね、まあ入れておけばとりあえず腐らないギラティナを入れておいて、まあ全体を通してね、バランス整えたんですけれども、まあそれもうまく刺さった感じがしますね。うん、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。